えしまたまたさん。武井さんが以前、有吉ジャポンでインドでロケした話を詳しく聞きたいです。インド人と相撲した話だって。インド人とインド相撲ってやつやったんだよ。ガードマンみたいのがいっぱいいる村で。ほんで一人、ガードマンのあの、若い子と相撲して、俺が勝っちゃったんだよ。ビターンつって倒して。二人ぐらい、三人ぐらい倒したのかな、俺。で、そこは一人にカットされてて、 で、最強のその村の戦士みたいなやつが出てきて、190近くあって、なんか、体重100キロぐらいある、こんなム限ムの体したやつ。そいつと相撲、インド相撲ってやつをやんんいけど、ぬるぬるにしてさ、なんか、な、な、ぬるぬるなんだよ、そいつがもうすべすべで。全然つかめないのよ。もう、俺は。なんか、ほんで、なんだろうな。ただこう、砂にこう投げ合うだけなんだけど、 ほんで、この辺ガーって掴まれたらさ、もう握力が今まで人類に掴まれた握力の中で一番強いぐらい強えのよ。ぐーシって掴まれて全然動かなくなって。ほんで、簡単にひょいって持ち上げられて。うん、あれなんか俺、日本で柔道とかレスリングとかやってる、あの日本代表の選手とかとも組み合ったりしてるけど、もうそういう選手と比がな、比じゃないぐらいパワーがあって、 だからあんなのっぱらでただ鍛えて強くなった子たちでもやっぱほんと人生かけて生活かかって毎日8時間とか10時間鍛えてるんだっつうんだよだからやっぱりそういうオリンピアンとかを超えるんだよなああいうやつってすごかった恐ろしいパワーだったからねあああのルールで絶対に勝てないねあの男に多分日本の結構強いなんだろう格闘家みたいな人言っても簡単にやられるんじゃない と思うよ、うん、すごいぜあれはすごい。一回やってみた方がいいよ。本当に。あのレスリングとかやってる人とかメダリストとか一回あれロケさせたら面白いぜ。マジで。負ける可能性あるからね。メダリストとかでも多分。インド相撲で勝負した。<music>